美味しいものを食べれば機嫌治ったんだけど、もうなんかもう疲れてて疲れてて、もう死んじゃうと思って、もうハードスケジュールすぎて涙です、涙マジで半泣き、そう考えたら涙出ちゃうぐらい疲れたって思う。そうそうなの。だからさ、その忙しいから合間に整体とかにも行けないわけ。自分でさケアもできないの。だからだからなんかハードスケジュールだから体のなんて体調管理しっかりしてくださいって、なぜなぜってってやってもう涙出そう疲れたんだもん。そう切れちゃう。そうだからこれをさみんなに言う必要ってマジでないんですけど、しんどい時に結構その現場にトレーナーさんがさいたりするわけよ。リハーサルの合間とか、リハーサルだったらそのレッスン場にトレーナーさんが来てくれて、さあ結構ケアとかしてくれたの今までは。でもないのそれが。それにマジで泣きそうになった。もう私本当に泣くぐらいに、なんでこんなにもうハードスケジュールなのに呼んでくれないんですかって言って行ける時間もないのにってマジで泣きそうだった。うん、分からない。でさあ、もうなんか今まではそういうこう不機嫌になっても食べ物食べれば元気になってたんだけど、もう食べ物食べて もう自分で自分の機嫌を取れなくなってきて。でもやっぱモバメの返信とか、あとはなんかそういうみんなとの SNS でのねコミュニケーションみたいなのはすごく私にとってのなんかこう癒し要素そうなんかお仕事が嫌だとかじゃなくて、勘違いされるんですけど、いやだから疲れてるんですよね、うん、そうまあさ、うん、分かってるんだ私がそのね、私が卒業発表をしたっていうことによってさらにその自分その次の日とかさ全くまだ寝れなかったからさ自分で体力を削ってるのはまあ分かってるんだよね。
でもさ、それって仕方のないことじゃんか。卒業発表して、ああ卒業発表頑張った、お休み、なんか絶対こんな人いないじゃん。あ、言った言った、そう、なんか絶対こんなのいないと思うんですよ。ねえ、だからなんかすごく疲れたんだけど、ここでちょっと吐き出したことによってすっきりしました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。私も頑張ったねって文字見ただけで泣きそうだから、涙出るくらい今もうわけわかんない。でも何でしょうか、さっきさ、インスタから配信しない予定だったから、インスタグラムのさ質問箱を開い、あのね、投稿して、ちょっとあの配信する前に見てたんだけど、なんか寂しいって言っていただけて、そして多くの方が、あら大変、嬉しいですね。ちょっとマウス充電しよう。うん、寂しくて切れそう。私が疲れて切れそうみたいなと同じ感じ。うん、うん、俺がウサギだったら死んでる、まずい、よかった人間で。で、私はね、知ってるんだ。なんかね、こうもうなんかガチガッ、やめとこ、この話は。最近言いかけたやめすぎ。ちょっと言葉にするなんかもっと難しいから。ちょっと難しい、そう、気使ってんのよ。でもそのガチ恋っていうか、こう本当にこう今ね、今こう私を推しとして応援してくれてる方が、あの本当にしんどそうにしてるのを見て、なんかご飯食べれないよあゆ太郎って、あゆ太郎寝れないよあゆ太郎って。
なんかまだ受け止めきれないよって。でもね、こんなテンションじゃないのよね。全然受け止めきれないよっていうくらいのテンションでね。てかそういうのをメールの返信とかで、そのこのテンションじゃないの見て、まあなんかうん。そんなになんかね、すごく私も切なかった。そう、でもこんなの言っても会えたら困るよねって、わかるんだけどねってみんな言ってて、うん、いうのを聞いて、なんかうん、定時に帰ってる、定時はでもまあいいことかいいことなのかうんでもだからなんて言えばいいのかな、なんて言えばいいかな、今本当ずっと応援してくれてた方はさあ、ちょなんて言えばいいかな、難しい。うん、心を選ん、言葉選んでんのよ、うん、難しい。こういやなんかパーって言ったらさ、なんか私がパーって言ったらプーって多分な、多分ね今見てる30人はどっか行くと思うよね。だから今言葉考えてる、うん、なんかその私が言いたいこととなんかこうちょっと語弊が生まれてっていうか私さずっとさなんかこう最近好きになってくれた方とかに対してよく言ってたと思うんだけど、こうなんか私は最近好きになったから、最近好きになったから昔のあゆちゃんを知らなくてごめんねとかさ、そういうのやっぱ聞いたりする、よく聞いてたんよね。だから何も知らないんだけどって、でも今すごく好きで配信見たりとかおしゃべり会とかすごく楽しいよっていう声をさよく聞くんいただくんですけど、最近っていうかまあそれこそ研究生時代を知らないファンの方とかさでも私はよく言ってたと思うんだけど、今どれだけ私のことをこう好きでいてくれるかが嬉しいんだよって言ってたよね、ずっと今が大事なんだよって、そう言ってたじゃん。なんかそれを今自分ですごく感じてるっていうか、うん、だってオブラートに包まなければ推し変した人ってさ推し変した人じゃないですか
推し変した人が戻ってきてもなんか後悔ばっかりじゃないですか。なんか離れた人とか。うん、ショールーム初めて嬉しい、ありがとうございます。かそう、だから私はなんでおいしさなんかこうほらね、だからパーって言ったらプーってなっちゃうでしょ。なんかいなくなったことに対してなんか別にそれは私がその時何かがすれ違いがそのファンの方とすれ違いがあったのかもしれないし、私よりも魅力のある女の子を見つけたのかもしれないし、それは何なのかわからないけど、でもなんかね、好きになってくれたことは事実だからすごく嬉しいんだけど、そうそう、だからだからね、なんて言えばいいかな。うわ、なんて言おう。だから戻ってきてくるのは嬉しいよ。うん。でもさ、嬉しいけど、今オブラートぐるぐるに巻いてる。でもさあ離れてるんだから、さあその卒業すんなみたいなことはさ言える権利ないですよね。あれオブラートに包んでなくない？どこ行っちゃった？あらら。これほらだから言ったじゃん。難しいね、言葉っていうのは。うん、難しい。だってさずるいよねって思う。だってさ、私のこと好きって言ってどっか行ってさ、私卒業するの、行かないで、思う、好きだったのに、何これってなるじゃん。何これって。
ね。それって私結構傷つくよねって。なんかアイドルだからいいかもしれないけど、だから私は、だから私はね、あの今の熱量がすごく大事だからってずっと言ってたんだよ。からさ、ずっと言ってたでしょ。ほいでさ、みんなに言われんのよ。あゆ太郎はあと5年くらいはいると思った。28歳29歳うーんみたいな。うーん、5年はいないよーす、うーんって。いると思ってたって何？だからなんかさ、レジェンドアイドルメンバーさんの名前出してくんじゃん。比べないでほしいのに。マジで何？本当に。いてほしいはでもすごく嬉しいですね。うん、そう、じゃあいてほしかったって、いると思ってたって、いると思ってたんだったら、数年どっか行ってていいっていう自分ルール何みたいなさ。自分ルールを押し付けないでください。何のルールですか？うん。私言ってたよね。散々言ってたよね。うん。そうだよ。うん。だからさ、でもだから本当に。私は今応援してくれるみんながもう大好き。もうずっと私が発表する前も、あのこう大好き大好きって言ってくれってのみんながもう本当に好き。本当に大好き。泣ける。そうだよ、まあ、だからでもちゃんと音と言ってるでしょ。、うん、え、うん、いやもうほんと好きだよ。でもその何、おとといの夜言ったと思うけど、ね、別に去っていた人が今応援帰ってきてくれてももちろん歓迎はしますと。うん。でもどうせ私が卒業してもしたらまたどっか戻っちゃうからって思ってるから。うん、やっぱこれは思っちゃいますよね。だって前科持ちなんだもん。でそれでなんか
バレたみたいなこと言う人はほんと嫌い。あ、ちょっと嫌い。そう、言い訳する男はね好きじゃないんですよ。ごめんね。でもあゆ太郎のことはこれからも応援してるし、卒業はやっぱ寂しい。でも好きだったのはなんとか、なんかさわ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 ってなる。ごめんねって言ってくれればいいんだよ。そう。そう、和解はできる。和解はできるが、和解はできるよ。素直が一番。知ってるかい、素直な女には素直が一番効くんだよ。勉強になった。そう、でもこれが言えてよかった。なんか私がさ、こういう なんか離れてった人の話をさ、まあ、なんか数回してしまったせいで、まるで今応援してる人がちょっとなんかこうね、なんていうのかな、かまってあげられないじゃないけど、ちょっとなんか損してるみたいなとこがあってちょっと嫌だったから。よかった。みんなも満足した？いや、平等っていうか。あのね、平等っていうか、今応援してくれた人が後で。ね、戻ってきてくれない人もやっぱりいるから、戻ってきてくれる人も嬉しいんですよ。そういう愛情だと思ってください。ただ平等。嘘、やばい、やばいこと言ってる。うん、だってね、まあその
何ですか、まあ、総選挙とかいろんな場面がいっぱいあるじゃない。でそこで応援してくれた人がもうどっか行っちゃったりとかとかもしてるけど、でもその人たちが作ってくれたのは本当だし、うん。でもじゃあ例えばだけど、なんか僕はこの道を作ったからなんか堂々としていいんだみたいなのは違うじゃないですか。だって私が本人がね今が大事って言ってるんだから、今好きな人が好きで言ってくれることが私が嬉しいから、うん、だから誰が偉いとかないんですよ、うん、実は。ただいっぱい思い出はあるよ。なんか私は記憶力がもうなんか記憶力が良すぎるからそれが悲しいなって思う時もあるわけ。このあの時のなんかこう振り返ってみてさ、研究生時代の時はなんかこんな人がいたなとか、なんかショールームあの人めっちゃ見に来てくれたなとか、なんかショールームのイベントでとか、握手会は来てくれてたなとか、なんか握手会時代はか、まあそう喋り会だからとかね。記憶力がいい分やっぱ寂しくなったりとかもするから、そうそう。ファンランキングないそう、愛株に強いファンの人とかあったなあ、うん、ローモバ強え人とかさ、うん、ね、いやローモバは最近だけど、うん、そう、全てに思い出がある分、あ、物語ねあるからやっぱその人たちのことは思い出しますよね。このなんかこうイベントとかにはこの人めなんかいつも気にしてくれたなとか、このイベントで好きになったんだって話してくれたとか、うん。だからさ、そういう思い出はありますよね。だってその私は日々7年間日々今が大事っていうのを言い続けてきたから、うん、だからやっぱりその今は更新され続けてるわけだからそういうのはちゃんと覚えてます。うん、だから寂しくなったりもするよ本当に。うん、何すみっこきゃ、そうそう、だから寂しいなって思ってたりもするけれども、ま、うん、だからいろんなファンの人のことはちゃんと覚えてますよ。うん、さすがにねえ、なんかいっぱい推しがいてねみたいな、まあちょっと覚えてないかも一、うん、回5年前くらいにとかもあんま覚えてないかもしれない、うん、いやごめん、うん、いつもそばにいるあなたのこと私は今でも、うん、でもおしゃべり会はね覚えてる、そういう DD の人とかは、うん、そう、
ぱそれも熱意じゃないですか。そう、おしゃべり会はね覚えてますよ、もちろん。みんなって、私と初めてさ喋った時のさ、おしゃべり会とか握手会に参加してくれた方はさ、私と初めて会った時の会話覚えてるの？わあ、これちょっと今日したもまめで覚えてるか聞こう。うん。初めての握手会は私もすごい覚えてる。覚えてんの？インパクトあった？ちょっと声って読めないって。あ、写メ会もあったね。全然喋れなかった。緊張するよね。なんか私もアイドルの現場めっちゃ緊張してた。恐れたけど映像にも焼き付いてる。それあれじゃないの、特典映像になんか流れてた。私の一番苦手だった映像、エア握手会じゃないの。これ誰か覚えてる人いんのかな。違う、なんかね、アルバムかなんかの特典に、あのね、AKB さんのアルバムかなんかに、なんかね、特典映像でメンバー全員分の、48グループのメンバー全員の、なんかエア握手会動画みたいなのがあったんよね。撮影みたいな。あれ、ガチで苦手だったな。カメラさんがこうやって入ってきて。こんにちは！来てくれてありがとうございます！何この時間、聞いてる時間みたいな。あ、そうなんですねみたいな。もうマジで恥ずかしかったね。え、何の発表会なんこれと思って、うん。そんなんかにあったんよね。私しかも何言ったか覚えてない。うん。恥ずかしかったね。いや、分からん。まあでもさ、あれはさ、まあ、素敵な特典だったとは思うんですよ。やっぱ握手会に来たことがないっていう人はどんな場所なのかも分かんないじゃん。だって実際のレーンみたいな感じで撮ってるから、なんかそういう初めましての方とかはさね、すごくこう、あ、こんな感じなんだっていうのがさ分かったりするじゃん、疑似体験。そう。だからあれだよね、参考にすごくなりますよね。思ったよりメイク、私昔メイク怖かったんだ。嘘、顔声だけじゃなくて。初めて言われた。あ、本当に握手会というものが終わった。おー、
イメージよりは濃いめ、どんなイメージだったんだろう。なんか大してメイクとか知らなかった気がするしな、まあ今もそんな知らないけど、うん。濃いというより焦げてた。うわ、悪口すぎ、卒業すんのに私これ言った子、嫌なこと言われたらさ、うわ最悪、卒業するのに言ってようかな、うん、でもなんか傷ついちゃう人いるからやめとこうね、傷ついちゃうよね、ごめんね、うん毎回おしゃれ、嬉しい、服装ね考えてたよ毎回、うん、でも言わない言わない、だってさあ焦げてるとかさあ好きで焦げてたんじゃないっつーの気にしてたんだよずっと友達とさ遊んでる時は自分はそんなにこう肌がこうこんがりしてることしてる方ではないけど、やっぱメンバーって肌白い子が多いから、なんか自分でなんだろう、肌が自分的に黒いことがこうなんか劣等感みたいなのを感じてしまってあのね、皮膚科行ってねビタミン剤と肌が白くなる効果が期待されてる錠剤めっちゃ飲んでたんだよ昔え、そうだよ、そうそう、懐かしい悩んでた、そうそう、昔ね、まあ今は別にもなんともなんでちょっと私がさそうやって悩んでたって言ったらちょっとなんかさ、え、な、そうだったのみたいになるの何なんだ、そう、そういうのもありましたよね。うん。でもあんまり。いいやこの話今日は10時まで配信しようと思って配信つけた、うん、そうそう、あと5分、うん、全然全然、
わわわわわわわ全然全然あ、卒業記念グッズとか作れたら作りたいですよね。私もちょっとそれは作ってほしいなって思ってます何欲しい？アクスタ？キーホルダー？え、でもさ、私のアクスタとかさ、なんか私だけの衣装ってなるとさ、なんか学ランとかになってくるけどいいですか、学ランのあのラーメン部アクリルスタンドいいですか学ランでもいいそうなの、かわいいアイドル衣装のがいいなむずT シャツって欲しいんだ。 T シャツだってさ、着るの？ T シャツっていつ着るん？飾れる？ゲーセンできてる金な恥ずかしい。金なって言えないわね。いや着て着ていいけど大丈夫？なんか変な目で見られてない？あゆたろうの笑顔はでかいよ、そこみたいな大丈夫？うん着て着て本当だよね。私のファンの人誰か知らないけどドンキに旗置いて帰るからなこんなことある？だってさあ、もう10時だから終わりますおーし、時間厳守プラップね。押さなければ巻きもしないっていうオンタイム女13位13位部長さん、12位中村アンダイジュ、水戸橋博士さん、11位ハムちゃん、10位ガミさん、9位トモヤさん、8位ヤグさん、7位春風さん、6位ペンペンさん、5位ハチさん、4位 JT さん、3位マリモクさん、2位ケイヤさん、1位ボリモキさんでした。ありがとうございます。はい、うん、というわけで、また配信します。バイバーイ。